こんにちは。今日も作文や読書感想文のコツを教えるよ先に初級編を見てくれた人、ありがとう今回は中級編だよこれまでに自分が書いた作文や読書感想文を思い出してみようもしかしたら「言いました」や「思いました」「嬉しかったです」や「楽しかったです」ばかり書いていないかな ドキッとしたそこの君。大丈夫。たくさんの作文を見てきて気づいたことだからそういう人は多いんだそこで中級編では言葉の数を増やすというコツを紹介するよといっても難しいことではないから安心してね少し考え方を変えるだけで言葉の数はたくさん増やすことができるよ例えば「言いました」だったら場面を思い浮かべることで たずねました。こたえました。たのみました。言いいかしました。やくそくしました。こえのおおきさなどをかんがえるとさけびました。ささやきました。つぶやきました。などということばに言いいかえることができるよね。おかあさんがしゅくだいはおわったといいました。ぼくはまだおわってないといいました。というよりも。 お母さんが「宿題は終わった?」と尋ねました。「僕はまだ終わってない?」とつぶやきました。の方が読んでいる人が様子を想像しやすくないかな同じように「思いました」だったら「考えました」や「感じました」「想像しました」ちょっと難しい表現だと「推理しました」という言葉も使えるね。 嬉しかったです」だったら「喜びました」や「大満足でした」「幸せな気分になりました」「楽しかったです」だったら「面白かったです」や「愉快でした」「心躍りました」という言葉を使うことで同じ言葉を何度も使うより上手な文章に見えるんだ。この「言い換える言葉を使う」ということをコツの「その1」とするよ。 ということは、その2もあるんだ。言葉の数を増やすコツのその2は、付け加える言葉を使うことだ。付け加える言葉とは、正式に言うと、就職後と言って、様子を詳しくするための言葉のことだよ。例えば、「言いました。」だったら、大きな声で、小さな声で、はっきりと、ボソボソと、や、 怒った声で優しく、すぐに笑いながらなどの様子を表す言葉を前につけることでその場面を想像しやすくなるよね。同じように「思いました」だったら不思議に思いました「素直に思いました」「怪しく思いました」「悲しく思いました」「面倒に思いました」 嬉しかったですだったら、すごく嬉しかったです。少し嬉しかったです。踊り出しそうなほど嬉しかったです。涙が出るくらい嬉しかったです。楽しかったですだったら、想像していたくらい楽しかったら、やっぱり楽しかったです。想像以上に楽しかったら、思っていたより楽しかったです。 今までにないくらい楽しかったです。最高に楽しかったです。にしてみると、読む人に様子が伝わりやすくなりそうだね。やっぱりというのは話し言葉なので、文章にする場合は、やはりを使うのが正しいんだけど、低学年や中学年の作文では、子供らしさが伝わる表現だと思っているよ。それじゃ、今日のまとめだ。言い換える言葉や、 「どのくらい?」「どんなふうに?」などの付け加える言葉を使って言葉の数を増やすと読む人に様子が伝わりやすい文章を書くことができるよ。気づいた人がいるかもしれないけど「言いました」を「大きな声で答えました」や「嬉しかったです」を「涙が出るくらい幸せな気分になりました」のように。 言い換える言葉と付け加える言葉を組み合わせて使うとよりパワーアップさせることができるねいろいろな言葉を使って読む人が楽しめる文章を書いてね最後まで見てくださいありがとうございます動画を面白いと思った方はいいねやチャンネル登録をお願いしますこのチャンネルでは学習や生活の中の謎や疑問を解決していきますまたすぐに使える小ネタなども用意しますのでリクエストがあればお気軽にコメントしてください それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。